今回は愛媛県久高にブリを釣りに来ました。日本でもね、有数な激流と言われるポイント、昔から数々のアングラーが来られるような、結構背のきつい、一気に根がかりするようなところなんですけど、そこへ今回はレイピアの511シリーズプラスアームアッシュで久高をちょっと攻略したいなと思って、大西君と2人で来てます。で、今回ね、広島のビードの堀江さんなんかがサポートしてくださって、一緒に挑戦してくれて、ちょっと楽しもうかなと思っております。その中で前回やったような、大阪湾でやったようなですね、いろいろなこうテクニックが使えるかっていうのもちょっと一つの肝にはなってくると思うんですけども、潮の速い時は本当もうすぐに根掛かりするようなポイントなんで、ちょっといろいろ今日は試したいこともあるんで、一つずつアムアッシュでちょっと攻めてみたいなと思っております。よろしくお願いします。とりあえず1匹目とかね、レイピアの511です。で、ジグがアームの240、フックが LS の50ですね。ザハマチサイズ、マシっすね。ベタ底で食いましたよ、アームの240。リーダー入ります。はい、あ、いりません、ごめんなさい、失礼でしためっちゃ引いたのにすいません、お騒がせしました。久高はですね、本当にこの辺では有数の激流が流れる、さらにかなり駆け上がりなんですよ。で、ジグの墓場って言われるぐらいすごく根掛かりします。でね、最も重要なのがこう山立てして、山の形で底を取っていくっていうのが重要になるんですけど、どうしても魚は駆け上がりについてるんで、いかに底取りうまくして、その駆け上がりをこうジグをこう沿わしていくかっていうのがポイントになっていくんですけど、攻めすぎると引っかかりますし、そこまで落とさないとかからないですし、この山と山の重なりを見て、こう自分でこの海の中を想像してですね、こう駆け上がりを攻めていくっていうがポイントなんですけど、まあ、激流地帯でもあってサイズが食べるったら大体かかるよねこのレイピアの時のはい、あ、抜けました。やっぱりこういう激流の中に入ったベイトを捕食しに、この潮の流れたタイミングで、あ、ちょっとこのね、潮の流れたタイミングで潮に揉まれたベイトをですね、青物が捕食しに来るんですけど、この潮のタイミングで一気に青物がでかい、ちょっとサイズアップしました。これいいですよ。スレじゃなかったらいいサイズです。アッシュです。早いんでめちゃくちゃ引きます。よし、
背中か。はい、ありがとうございます。そら重いわねバイブレーションみたいになってる。めっちゃ重かったですもん。よいしょ、少しだけサイズアップかな。まだハマチサイズですね。ジグをね、アッシュの300に変えました。ちょっとね、アムが当たりが悪くなったんでアッシュに変えた一発でしたね。ベタ底で食ってきてちょっとね、すれかかりだったんでね、すごい重かったですけど、やっぱね、潮が速いんでパワーがあります。でやりました。ね、ちょっとだけサイズアップしましたね。まあでもね、まだまだクダコサイズとは言えないんでね、サイズアップ目指していきます。これはこのホールはかなり危険と思います。もう一番そこや、やばい。まだいけるか。あー、いけた。小さいんが活性高いんですね。珍しいですね、こんなちっちゃいんばっかり。いると思いますけどね。まあ、もっと潮が速くなったらサイズが上がるとは船長おっしゃってましたけどね。プロと ちょっとサイズアップ。ホールデックできましたね。ちょっと竿はプロとですね、ジグもプロと竿もプロと、いい感じで当たってきました。曲げれる竿でちょっと今やるけど、ええ感じや。はい、大ニベが釣れた。大にべかと思う。初めて見ましたよ、この浮き袋が飛び出る。俺も初めて見たぜ。一撃やこれ。ジャカジャカピューンや。ダブル？小さいです。見えた。
刺激でした。引きました。普通にこうワンピッチでも食うと思うけど、大きいこうフォールを入れたいとき、長いストロークのフォールを入れたいときは511より603の方がフォール幅は大きいよね。ただその早めに投げてショートピッチのフォール、ショートでフォール入れたいときなんかでも、603がいいときと、511がいいときもあると思うけど、使い分け的に言えば上げが多い釣りに関しては511でしっかりため利かしてフォール入れた釣りをしたいとき、今のが結構当たらになったんで、ちょっとフォール入れながらちょっと組み立ててみましょうか。ゴーンいいで来てるね。やっぱこのフォールが綺麗に入りやすいね。こうやってやっぱり斜めに糸が入った時なんかでも、竿が長い分だけすごく当たりが船べりへね、竿をしっかり入れれるんで、マイナスに入った時なんかも長い方が有利な時もありますね。どうしても糸が綺麗に立たない時はあるんでね。ほら、ボールを入れてきたね。これが63、外れたね、外れた。今これ511の2フォースですね。270g ですね。揚げをベースで多い。ああ当たったね。いやハマチぐらいですね。クダコサイズではなさそうです。完全にフォール着底寸前のフォールで食ってきましたね。はい、ありがとうございます。よいしょ。アジやん。出ました。今のアジ。いやハマチぐらいやと思います。はいよ。はいよ。同じぐらいと思います。はい、ちょっとねジグ変えてアッシュの300ですね。
ロッドがレイピアの63です。でフックは LS の50ですね。結構なんかパターンがあるのか、ショートジグが良かったりロングが良かったり、ちょっとね潮のタイミングでヒットパターンが変わってる気がします。結構ジグのローテーションがね、なんか今日は大事な感じがしますね。朝一は潮の緩いタイミングはアムみたいなショートジグが当たってたんですけどね、ちょっと潮が効いてくるとちょっとロング系がいいみたいですね。やりました。サイズはね可愛いですけど。